さん、こんにちは、ゆうかです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はですね、以前これもまたインスタグラムの方でストーリーを流したんですけど、このストーリー上げたんですけど、一見何これって思われた方もいるかなと思うんですけど、遺伝子検査キットっていうのを買いました。減量をね、初めて、まあ早3ヶ月以上経ってるんですけど、こういう食材合うんやなとか、こういう食材合わんねんなとか、逆に運動の内容とかもこういうのって本当はどうなんやろうとか、自分の体に合ってんのかどうなんやろうとか、こう一回気になりだしたらすごい気になっちゃって、もう効率よくバンと分かるものないんかなとかっていろいろ検索をかけてたんですよ。そしたらこれを見つけて買ってみたんですよ。でこれで何が分かるかっていうと、なんかね、めっちゃ後ろにこれ書いてるんですけど、見えますか？がんであったりとか、循環器、呼吸器とか、まあ、結構内臓系の話とかにもなるんですけど、そんなんが、まあ、遺伝子でちょっと分かったりとか、あとは睡眠とか能力、体質とか、あとはなんかね、辿っていったらどこの国のその体質を持ってるかっていうのもなんか分かるらしくて、どういうこと？と思ったんですけど、なんかそういうのも分かるらしいです。でこれちょっと今からやっていくんですけど、やってから結果出るまでがだいたい 2,3 週間かかるみたいなので、結果出てからも動画に収めていこうかなと思うんですけど、ちょっと開けていきます。なんかいろいろ種類あったんですよ。それこそダイエット系、そのダイエットを効率的に進めるためにもうダイエット専用のやつとか、あとは筋肉専用とか細かく用意されてて、こんなんですね。はい、ちょっと開けてみます。おー、こんな感じで中に入ってるのがご利用ガイドと検査 ID とかパスワード書いてるご案内と検査項目一覧、あとはなんか同意書とか、あとは返送用の封筒も入ってるって感じですね。うわ、なんかすごい。これ多分検査キットなんですけど、ちょっとこれを見ながらやっていきたいと思います。ちょっと検査項目すごいですね。めっちゃあるんですよ。もうちょっとわかります？こんだけあるんですよ。こんだけのやつがこの結果でわかるっていうことで、全部で約360項目がわかるらしいです。これ一回やって体のこと分かっておけば、結構今後の体作りにも役に立つなって思って、今いいって思ってこう食べてるものが本当は体に合ってないとかもありえそうなので、はい、ちょっとやっていきましょう。でまずご利用ガイド、これですね。ちょっとこれ見ながらやっていきます。まずはパソコンで、まあ、携帯でもいいんですけど、 ID 入力とかしないといけないみたいで、それをやっていきます。これを見たらいいんでしょうか。これかな。登録していきます。はい、登録できました。次に同意書を変えていかないといけないみたいです。ちょっとボールペン、かけたら次にこれでやっていきます。うわ、すごい。こんな感じです。キャップ取ってなんか線があるらしいんで、そこまで唾液を入れていくみたいです。はい、で取れたらさっきのチャックに入れて、で書いた同意書、これですね、この同意書とこれをこの返送用の封筒に入れます。であとはもうこれをポストに出して結果が出るのを待つだけみたいなので、結果が出たらまたこちらを動画に収めていきますので、楽しみに待ちたいと思います。
あれから1ヶ月も経ってないかな、3週間ぐらい経って結果が届きました。届いて見てたんですけど、めっちゃ面白いこんなんまでわかんのっていうような内容があって、本当に大きい病院に行って聞かないとわからないような項目もあったので、ちょっとその辺は全部省いて、筋トレに関係ありそうなやつを皆さんにお見せしていこうかなと思います。今回私今からパソコンを見てお伝えしていくんですけど、一応アプリでも見れるんですよ。アプリバージョン一応ここにバーンって出しておきます。こんな感じでアプリでもめちゃめちゃいろいろ見れるんですよ。で、疾患カテゴリーとか、あとは体質カテゴリーとかリスクレベルとか、なんかそういうのをいろいろ見れて、ダイエットの報告書とか肌タイプ、筋肉の発達とか、そんなんとかも全部同じようにアプリから見れるみたいなんですけど、今日はパソコンから私はながら皆さんにお伝えしていきます。めっちゃ面白いよこれ、ほんまに。何からいこうかな。まずは面白かったのは体質カテゴリーっていうのがあって、これアプリも一緒に出しておきます。体質カテゴリーの中で行動とか能力とか性別とかいっぱいいろいろあるんですけど、私の場合は飲酒量が多い傾向って出てて、飲酒量が多い傾向で出る人っていうのは結構お酒をたくさん飲むタイプの体質を持ってるみたいなんですよ。普段ね、あんま飲まない、飲まないって言っても飲みに行ったりしたら結構飲むんですけど、そういう飲酒量が多い傾向。で、ワイン好きとかも出るらしくて、まあこういうのも標準に出てたり、あとはカフェインとかコーヒーの消費量っていうのが、私これめっちゃ意外でびっくりしたんですけど、少ない傾向で出てるんですよ。ということはカフェインとか取ったりしたとしても消費されにくい、いわゆる感じにくいタイプなんかなと思います。甘いものの摂取傾向とかは標準で出てて、タンパク質の摂取傾向とかも標準で出てます。炭水化物とあとは脂質の摂取傾向っていうところで、普段脂質をかなりこう摂取してしまいがちな遺伝子を持ってるっていうのが結果として出てるんですよ。なのでどういうことかっていうと、これで出てるタイプは極力ダイエットするとか減量するってなった場合も、脂質を抑えるローファットって呼ばれる方の食事方法を取った方が結果が出るっていう感じなんですけど、なんで今の減量方法とかはもう全く間違えてないっていう感じです。これもめっちゃ面白かったんですよ。運動能力、括弧書きで無酸素運動って書いてるんですけど、これがいわゆる私が今やってるような筋トレになるんですよ。結果やや高い傾向で出てます。めちゃめちゃマッチしてるらしいです、自分の体と筋トレっていうのが。めっちゃ嬉しくないですか。これでもし筋トレ合ってないって出たらどうしようって思ってたんで、もう何も問題はないというところです。それに対してのその有酸素運動の方に関しては、まあ標準っていうことなんで、向いてる向いてない関係なく普通って感じです。めっちゃ普通っていう感じで、次なんか体型体格とかもあるんですけど、体脂肪率なんですけど、普段からやや高い傾向で私の場合は出るみたいなんですよ。なのでやっぱり筋肉がちょっと少ない傾向があるのかなっていう感じで、それに比べて体脂肪のパーセンテージがちょっと高くなるっていう体を持ってます。で、一応筋肉の発達でスポーツの報告書っていうのがアプリでもパソコンでもあるんですけど、それに関してがねめっちゃ面白くて、なんかね私の場合はこのバランスタイプっていう体を持ってるみたいで、遺伝的に。で、その体を持ってる人のおすすめスポーツが陸上、ボクシング、サッカー、野球、テニス、バスケとからしいんですよ。で、私もともとバスケはずっとやってたんで体に合ってたっちゅうわけです。で、このバランスタイプ持ってる人らって筋肉疲労を起こしにくい遺伝子タイプらしくて、比較的負荷をかけることでトレーニングの効果っていうのも上げることができて、なおかつ効果がこう見えやすいっていう体を持ってるみたいです。ダイエットに関してがこの肥満タイプ、ダイエットの報告書っていうのでこれも上がってるんですけど、私の体質が洋梨型
らしいです。で、洋梨型っていうのが大体は下半身中心に脂肪がつきやすい傾向らしいんですよ。確かにそうやなと思って、いつも太ももパンパンなるしなみたいな、お腹もめっちゃ脂肪つくんで、まあそういうことかなと思いつつ、でダイエットするってなった時はさっきも言ったんですけど、もうローファット低脂質で、であとは下半身の大きい筋肉ちゃんと使って、で、まあ、減量とかダイエットを進めていくっていうのが一番向いてる体質っていうことで、そういう遺伝を持ってるってことですね。一つだけインスタグラムでストーリーに流したんですけど、私の祖先辿っていけばこのグループというかどこで生まれた人かっていうのがこう見れるものになるんですけど、すっごい読み方なんですけどね、ミトコンドリアハプログループは A グループっていう形で出てるんですよ。もう誰が研究したんこんなんと思うんですけど、私はですね、このバイカル湖周辺で生まれた人みたいで、バイカル湖とは ロシアにある世界遺産らしい。朝鮮半島を中国中央から東北、中国南部を移動して日本に入ってきた人間らしいんですよ。なんで元はいわゆるロシア人、遺伝がロシアのもの辿ったらですけど、あの全然日本生まれなんですけど、遺伝を辿ればロシアの人間っていう感じです。なんかマンモスハンターとも呼ばれてたみたいです。この日本人として最終的に生まれてきた人たちっていうのはマンモスを追いながら朝鮮半島を一直線に南下して、でそのまま縄文時代に日本に到達してきたらしいです。このストーリーの答えはロシアで誕生したロシア人ということで、の結果的には私の場合は筋トレがめちゃめちゃ向いてるっていうことで、で糖質もバリバリ食べてもいいっていうことなので、もうもりもり食べながら筋トレして長生きしたいと思います。遺伝的な結果では私あの長生きしないタイプらしいんですよ。一番早死にするタイプみたいなので、極力の長生きできるように今後も筋トレは頑張っていきたいと思います。はい、ということでちょっとあまりにも量が多すぎてめちゃくちゃざっくりなんですけど、今本当に遺伝子検査でいろんなメーカーさんがあるみたいなので、気になる方は検索かけてやってみるのもいいかなと思います。本当に今後の生活にかなり役に立つ内容ばっかりなので、また新たに勉強できる項目もあって、私はすごいいいなと思ったんで、気になる人はぜひやってみてください。で、私が買ったこのメーカーさんの URL は概要欄に貼ってますので、気になる方はそちらからぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はここまでにしておきます。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。